型紙とは、型として切った紙のこと。染色、要塞、手芸などで用いられる。型紙はいくつかのタイプがあり、例えば以下のようなものがある。流水分の型紙染色用の型紙は、油や柿渋などで加工した紙に文様を掘り抜き、染料や防染糊を撫染したり、中染めしたりするのに用いる。中国や日本、琉球などで盛んに用いられた。特に、 伊勢型紙は、文様の美しさから型紙そのものが珍重され、西洋でも型紙と呼ばれ収集された。自家裁縫用のドレスの型紙洋服などの布製の物品は、裁断した生地を縫い合わせて構成されている。その裁断生地の平面形状を示し、なぞって布に移すための原寸図を型紙、またはパターンという。型紙状の線を布に移すには、 いくつか方法があるが、例えば、チャコペーパーなどと呼ばれる、副写真と布と型紙を重ねて、型紙状の線をルレットでなぞるなどして行う。既存の型紙の入手方法は様々あり、手芸店で販売されているものもあり、書店や図書館などに並ぶ、洋服作りの本などの巻末などに掲載されている場合もある。また近年では、様々な型紙を無料で、 ダウンロードできるサイトがいくつも存在している。型紙を作成する者及び職業はパタンナーと呼ぶ。型紙の作成方法には立体裁断と平面作図の二つがある。必要な強度や透過度などに合わせ、紙内紙、それに類する素材で作られる。型紙には布目や縫い代など祭壇に必要な指示のほか、縫製に関する事項も記載される。 例えば、タックの位置と、その倒す方向、ポケットの位置や、ボタンホールの位置と、長さ、ステッチの種類などである。服飾関係の型紙は、その時代ごとの流行を示す資料ともなる。ありがとうございます。